それでは次の試合いきましょう。シンペータ VS ヒダディ上がってきてください。ではまずこの試合のビートを聞いてじゃんけんしましょう。 DJ ユノ君お願いします。では先攻後攻を決めるじゃんけんをお願いします。先攻。それではいきましょう。先攻シンペーター、後攻ヒダディ、8小節の3本勝負、レディーファイ。ヒダさん尊敬してます、嘘じゃないぜ本音で言ってます、だから決めるぜ渾身の一発、担うこの真の威嚇。 Yeah! 2001年この場所で出発、2010年 UMB で復活、それはあんたのおかげって覚えてます。あるあるはいリスペクトしてます、で口だけのリスペクトいらねえ、口だけのリスペクトだったら復活させてくれよミステリオ。3ヶ月ぐらい前に曲をやろうって言われてさ、送ったぜ俺は1週間でプリプロ、それどうなったの、それ今温めてあんたにしっかり企画として、二人で試着覚大手取れるようなラップ作りて、温めてるから待って、時間がかかっちまってるけどこのマイクのコードみたいに絡まってね、テイク2以降見てろ、ここまではテイク飛行。 Yo テイク飛行できてないからテイクオブヒップホップ、はプリプロが1週間、3ヶ月も無理、8小節ならポンポン、バトルなら上手は言われてるけど、はあ、はあ、無理無理、東京じゃ支持率ないからいじりづらい。まず俺はそうだな、プリプロ入ってる段階で送ってる、だからそのプリプロを返す前にミニアルバムのサイズに仕上げる。 Yo ライムを組み立てるだけじゃないぜ、チャイムを鳴らすベル、 Yo よく滑るけど俺は分かってる、最後の最後バシッと決める。バシッと決めれてないから俺がこんなこと言ってる、滑ってる滑る滑る喋る、俺は今日日本刀より本当に切れるサーベル、はあ、ひふみやの宣伝もかましたいからなんでかするぜ、つけてるひふみやのネクストラップ、かませよネクストラップ。終了。それでは判定いきたいと思います。先攻シンペーターが上がったと思う人、後攻ヒダディが上がったと思う人、勝者ヒダディ。シンペーターさんに大きな拍手をお願いします。喋っていい、ヒダ君と曲作ろうって言って止めてるのは俺です。でも出たらみんな買ってくれる、じゃあ今から謝りに行ってきます。